手抜き強盗。いらっしゃいませ。おい、金を出せ。出さねば秋の下の気を抜くぞ。また変な奴が来店したものだ。受付を長年しているが初めてのタイプである。しっかり処理しているので脇毛はありません。また仮にあるとしてもむしろ抜いてもらいたいくらいです。そうか、それは相手が悪かったな。では改めて出直すとしよう。ありがとうございました。うん、とりあえずその変な客はおとなしく帰ってくれた。何なんだろう、春先だからだろうか。いやー君、立派な接客態度だったね。私なんか髪の毛を抜かれるとしたらまずって抵抗できないな。恐れ入ります。頭の薄い上司はしきりに感心してるし。いらっしゃいませ。